ランサナコンテはギニアの政治家で大統領。首都のコナクリ近郊生まれで、スースー族出身。ギニアがフランス統治下にあった1955年、フランス軍入隊。後、アルジェリア独立戦争に従軍し、その後はギニア西部ボケ地区軍司令官に就任し、大佐に任命された。長期独裁政権を敷いた初代大統領セクトゥーレが死去し、 国家の最高指導者としてのカリスマが国家から失われ動揺が広がっていた1984年4月3日、コンテは無血クーデターにより権力を掌握、大統領に就任した。大統領就任後、幾度となく反、コンテクーデターを切り抜け、事実上の独裁与党統一進歩党を率い、独裁政権を維持した。1993年、 ギニア初の複数政党制による大統領選挙で当選し、その後も再選を続けた。健康問題の浮上や新たなる反政府運動などがささやかれ、一時期は死亡説さえ流れたが、自ら否定した。長期政権への批判を内外から受ける中、1998年、2003年に行われた大統領選挙には、いずれも当選した。しかし、 選挙結果や政治手法については引き続き多くの議論が交わされている。2005年1月には、粉リ市内を走行中のコンテの車列に向けた発砲事件が発生し、正常不安が露呈した。また、2006年1月に発生したストライキの際には、コンテと労働組合との間で和解に持ち込むことに成功したものの、強権的政治が揺らぎかねない手法を取ったことで、 逆に従来得てきた政治的な求心力の低下も不安視された。なお、ストライキが解消した後も治安の悪化が深刻化したことから翌2月には戒厳令を敷き国内の引き締めを図った。2008年12月22日、国営テレビによりコンテの死去が発表された。死因は不明。ありがとうございます。